皆さん、こんにちは。今回は岸辺一徳さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。2018年のことです。俳優の岸辺一徳さん、当時71歳が、都内の大学病院の脳神経外科に緊急入院していたことがあります。かつて森光子さんや美空ひばりさん、渥美清さんなど多くの大物芸能人や政治家が闘病した都内の大学病院です。セキュリティの高さで知られ、森光子さんが亡くなった時も密葬後に事務所から公式発表されるまで病状が外部に漏れることは一切ありませんでした。病棟最上階の VIP 病室は特に厳重です。入り口に警備員が立ち、インターホンでお見舞いする患者の名前を伝えないと入れません。広々とした病室には応接館まであり、大きな窓からの眺望も抜群で、多くの著名人から信頼されているそうです。その年の5月16日、この病院の脳神経外科に岸辺一徳さんが緊急入院しました。兵庫県神戸市の一角、5月中旬の平日、最高気温23度で爽やかな陽気の中、ある映画の撮影が進んでいたそうです。水谷豊さんが監督する翌年公開予定の新作映画でした。タイトルやキャストは未発表ですが、嫉妬心をテーマに人間の心の奥底を描き出す作品です。水谷さんの熱望で出演するのが岸辺さん。4月下旬にクランクインし、5月上旬に岸辺さんも合流しましたと映画関係者が語っています。水谷豊さんが映画初監督を務めた昨年6月公開映画「タップ・ザ・ラスト・ショー」にもプライベートでの親交の深い岸辺一徳さんは出演していました。水谷豊さんとはドラマ「相棒」で8年間にわたって共演し、長い付き合いでした。60代を過ぎて新たなことに挑戦する水谷豊さんを岸辺一徳さんは共感して応援していたそうです。そのためこの時の出演も快諾したそうです。灰色の背広を着て佇む岸辺一徳さんはいつも通りつかみどころがない表情を浮かべ、撮影は順調に進んでいたかのように見えたのですが、岸辺一徳さんの体調に異変が起きていました。現場では体調不良を悟られないように無理をしていたんでしょう。撮影を終えて激しい頭痛に襲われたようです。すぐに東京に戻り、かかりつけの大学病院を受診、入院することになりました。21日からは茨城県水戸市で撮影が再開する予定でした。降板はないと聞いていますが心配ですと当時映画関係者は語っていました。近年は体調不安がささやかれていた岸辺一徳さん、ほぼ毎年10月期に放送されてきたドクター X シリーズの枠は、当時は米倉涼子さん主演で別のドラマの放送が決まっていました。高視聴率確実のドクター X ではない作品になったのにはいろいろな噂がありましたが、岸辺一徳さんの体調問題も上がっていたようです。その近辺でかなり痩せた気がすると言われていました。糖尿病治療も続けているようで、体調が芳しくないようだったといいます。岸辺一徳さんは日頃から役者に変わりはいない、代役を立てるなら台本から変えないとと言っていたといいます。この緊急入院によって秋放送予定のドラマの撮影スケジュールも変更されたそうです。一時はドラマの降板報道もあったほどでした。仕事への責任感が強い岸辺一徳さんだからこそ、これはただごとではないのではないかと周囲は心配したそうです。岸辺一徳さんは報道されてから2018年5月21日当時も冒頭の大学病院の脳神経外科に入院中だそうです。入院してから1週間以上経っていたそうですが、退院日は決まっていないとのことでした。娘さんや息子さんが顔を出しているようですが、仕事関係の人は遠慮していると漏れ伝わってきました。長引く入院が噂される中で、岸辺一徳さんには気がかりなことがありました。2003年、弟岸辺史郎さんが脳内出血で倒れています。出血が多く脳に大きなダメージを受けた岸辺史郎さんは、命に別状はなかったものの、視野狭窄という後遺症が残りました。妻に先立たれ身寄りがなく、
当時老人ホームで暮らす岸辺四郎さんのもとを岸辺一徳さんは定期的に見舞いに訪ねていたそうです。岸辺四郎さんが倒れた脳出血は生活習慣はもちろんですが遺伝的な影響も少なくないと言われている病気だそうです。両親または兄弟に脳出血にかかった人がいる場合、脳出血になる確率は約 1.9 倍と言われています。菅原脳神経外科クリニックの菅原道人院長が解説します。両親が高血圧や糖尿病だと、その体質が子供に遺伝する場合があります。血圧が高かったり血糖値が高かったりすると血管にかかる負荷が大きくなるため、血管が破れて脳出血を引き起こしたり、動脈硬化が進んで血管を塞ぎ脳梗塞を引き起こす恐れがあるとしています。特に糖尿病患者は脳梗塞を併発しやすいそうです。そのため脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳血管系の病気は親族に既往者がいるとより注意が必要だと指摘します。岸辺一徳さんの近親者によると、弟の四郎さんはもともと高血圧と糖尿病を抱えていたし、一徳さんにも糖尿病の気がある。兄弟はもともと脳血管系の病気のリスクが高かったというので、激しい頭痛を感じた岸辺一徳さんが病院に駆け込んだのもよくわかると述べていました。岸辺一徳さんは俳優転向前に結婚した奥さんと3人のお子さんがいます。ただ倒れた7年以上前から奥さんとは別居状態だと言います。お子さんも40歳前後ですからとうに独り立ちしていました。仕事は充実しており、岸辺一徳さんとのお酒は楽しいので、女優、映画監督など仲間からの会食の誘いも後を絶たないそうです。あえて一人でいることもあったようですが、寂しい孤独というより、いわゆる今話題の極上の孤独生活を送っていたそうです。ただそれだけに不規則な食生活などが続いていたのかもしれません。倒れたのが一人で部屋にいる時でなくてよかった、そのように親族は語っていました。体調不良や検査入院のこともあってか、岸辺一徳さんが死亡したという噂があるようですが、もちろんこれはデマです。さて、岸辺一徳さんは俳優転向前に結婚した奥さんと3人のお子さんがいます。ただ前述の通り7年以上前から奥さんとは別居状態です。なんと奥さんとはどのような理由があるのか分かりませんが、別居状態が続いていて現在一人でいると言います。その奥さんとの間には3人子供がいるとのことですが、そのうちの一人だけ情報がつかめました。岸辺大輔さんという息子さんがいます。この方の情報がなぜ出ているのかという、岸辺一徳さんと同じで芸能人だからです。ミュージシャン、俳優として活動しているとのことでした。先ほどミュージシャンとして活動していると述べましたが、パウンチホイールという4人グループバンドのメンバーなのだそうです。そのバンドではボーカルとベースを担当しているとのことです。岸辺一徳さんも過去にベーシストとして活動されていたこともありますので、血を引き継いだのでしょう。岸辺一徳さんといえばあの有名なドラマ遺留に出演されていますが、なんとその息子である岸辺大輔さんも出演していたようです。かつて緊急入院までされ健康不安説が流れましたが、その後無事に回復しドラマの現場に復帰しています。2023年フジテレビ系で放送されたドラマ罠の戦争で迫力満点の幹事長を演じている岸辺一徳さん、草なぎ剛さんが主演を務める銭の戦争、嘘の戦争に続く戦争シリーズの第3弾です。国会議員への復讐に燃える議員秘書の姿を描く物語で、岸辺一徳さんが演じるのは与党である民政党の幹事長、政界を裏で牛耳る黒幕を不気味な雰囲気で見事に演じていました。ネット上でも次のようなコメントが寄せられました。悪役をやらせたらピカイチ、ラスボス感満載でたまらないといった声が集まっています。しかしそんな俳優はかつて私生活で厄介な戦争に巻き込まれていたことをご存知でしょうか。2011年に岸辺一徳さんの奥さんがご近所トラブルで500万円の慰謝料を請求されていることが明らかになりました。
同じマンションの住人と駐車スペースの使用をめぐってトラブルになり、奥さんが相手の住人を車で当て逃げしてしまったそうです。騒動を受け、岸辺一徳さんは2012年に週刊女性のインタビューに応じ、次のように説明しています。ある日、駐車場のシャッターが上がって家内が車を出そうとしたら、先方が出てきて、当たった当たったと、そのように説明しました。報道後、岸辺一徳さんは県のマンションを離れて妻と別居開始しました。そのことについては、相手側と顔を合わせるのも嫌なので、裁判が終わるまで僕と娘はマンションから出ることにしましたと説明していました。裁判は2013年に結審しました。岸辺一徳さんの妻には23万円の賠償命令が下されました。しかし、判決後も岸辺一徳さんは奥さんと別居し続けています。もともと夫婦喧嘩が激しくて近所では有名でした。怒鳴り声もよく聞こえていたといいます。そんな岸辺一徳さんの隣には現在別の女性の影があるといいます。都心にある高級ステーキ店に月1ペースで40代くらいの女性と2人でよく来ています。お互い下の名前で呼び合っていて、女性に高価なワインをおねだりされると、〇〇ちゃんの好きなものを飲みましょうねとデレデレな様子でしたよとステーキ店の常連客は証言します。妻との別居後、岸辺一徳さんが一時期暮らしていたマンションではこんな話も聞かれます。5年ほど前に引っ越したようですが、住んでいた当時は女性といるのをよくマンション内で見かけました。一緒に暮らしていたのではと当時のマンションの住人も証言します。妻の元へは戻らず、新たなパートナーと同棲生活を送っているのか事実を確かめるべく、2月上旬、岸辺一徳さんが現在暮らしているマンションの前で記者が本人に直接話を聞いています。ここには女性と一緒に住んでいるかとの質問に対して次のように答えています。一人だよ、だいたい俺何歳だと思ってるのよ。続けて、以前のマンションで女性との姿が目撃されているがとの質問に対しては次のように答えています。あそこは会社で事務所の人と打ち合わせのために借りてるんだよ。たくさんいる女友達の一人だよ。俺にはそんな元気ないし、俺76歳だよ。年齢のことは自虐しつつも、今もデートする女友達はたくさんいるなんて、さすがは大物幹事長を演じるだけの風格があるということでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回は岸辺一徳さんの病気の噂から近況について見てきました。やはり弟さんを先に亡くしていることから、周囲も病気に関しては神経質になっているのでしょう。入院したとのことでしたが、その後回復されてドラマの現場に戻っています。ただご高齢ということもあり、用心が必要でしょう。そんな中でも女性の影が噂されるのはすごいことです。ご本人は否定されていますが、その後の経過が気になるところです。今後もいぶし銀な演技で視聴者を楽しませてほしいと思います。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。